メニューは料理の品目を示した表であり、客が選択可能な料理の一覧的な小冊子、またはボードなどのこと。日本語では、献立表、献立書、品書きとも言う。フランス料理のメニュームニュは、あらかじめ組み合わされた一連の料理の流れを指す。フランス料理でメニュームニュとカルトカルトが対比されて理解されており、アラカルトは、 客が料理を一品一品自分の好みで選んで注文すること。フランス料理では一度にテーブルに出さずアペリティフ、前菜がまず出て前菜を食べ終わってからメイン料理が出されメインを食べ終わってからデッセールというようにあくまで一つが終わって次を出し舞台芸術のようにシナリオが決まっていて時間とともに情景が変化していくということを強く意識している。 日本の定食は、海石や海石料理のように一品ずつ食べていく。食い切りのものと、本前料理や、ラーメンライスのように同時に、複数の料理を配膳するものと、2種類の傾向がある。メニューを日本語にすれば、こんな手表および、定食が近い。フランス、1896年12月9日。ラジュルネ・サラ・バーンハートのメニュームニュー。モスクワ。 コマーギャンスキーペレルークのセルゲイレストランでのビジネスランチのメニューメニューは多くの料理用語同様にフランス語が語源である。ラテン語で小さい微小なを意味するマイニューチューズミヌトゥスに由来しフランス語メニュームニューで詳細なリストや履歴書を意味するようになった。客に選択を提供した最初のメニューは小さいカルトカルトキャルトに書かれた。こうしたことから 客が選ぶ料理はアラカルトアラカルトと呼ばれている。初期のレストランは現在のようなメニューを持たなかった。ターブルドート店ではシェフまたは経営者がその日その日にあらかじめ選んで決めた料理が提供され、客の側は料理を選べずあくまで店舗側がその日に提供している料理を食べるものであった。料理の内容を決定するのはあくまで店の側であったのであり、 いわば現在の宴会のような関係であったわけである。現在のメニューは18世の後半に最初に現れた。ここでは、皆に提供される同じ料理ではなく、料理の一覧が表示され、その一覧から客が自分の好みで選択し注文し、レストランの側は注文されたものを作る。定食店は定価であったが、メニューでは選択した分に応じた価格を払うことになる。 こうした歴史的経緯も経て、フランス料理では、ターブルドートの一覧表を、メニュームニュと呼び、一品料理の一覧表には、カルトカルトや、アラカルトアラカルトと表記するようになった。中華料理店、騎士家のメニュー中国の層の時代、商人層に、主に提供される初期のレストランの発展に伴い、献立の起源が見つかっている。真の時代には、満館全席があった。 新鮮には、塩、酒、飯、餅などを並べて備える場合もある。大京料理では、大碗と呼ばれるテーブルに、多くの料理が並べられたとされる。室町時代に確立したとされる、夕食料理では、初箸と呼ばれる前菜や、初根、二根、三根あるいは、一の前、二の前、三の前と配列するように、食べる順序がある。須浜をかたどった須浜台あるいは島台には、 複数の料理が盛り付けられる。また、当時からの本膳料理は禅に複数の料理を乗せて提供する。この膳を単位として、本膳を中心に多いもので2の膳、3の膳、4の膳、5の膳まであった。3の膳まではその場で食べ、4の膳の鯛の焼き魚と5の膳の口取り菓子は持ち帰った。解析では、はじめにお式に飯、汁物、 向こう漬けと呼ばれるナマスや刺身の三品がまとめて提供される。はじめに、飯と汁とを食べると酒も提供され、それから向こう漬けを食べるように順番がある。続いて、煮物湾、焼き物、シーザカナ、箸洗い、ハッスンと続き、油頭で食事が終わる。酒菓子を食べた後、茶席に移動して、濃い茶を飲む。懐石料理になると、懐石のように順番に食べる形式と、 全などに多くの料理を乗せて提供する宴会形式と二つに対別される。江戸時代からの不茶料理や湿北料理は中国の影響が濃く大きなテーブルや茶部台に多数の料理を乗せて提供する形式になる。現在の一般家庭においては飯と汁物と惣菜を全てまとめて提供したりおせち料理を重箱にまとめて盛り付け。 雑煮と塗装と一緒に提供したりすることが多い。また、外食産業などでは、正規のメニューに存在しない料理や品目のことを裏メニューと呼称することがある。ありがとうございます。